鍵が閉まってて開かないんだよね。さっき電話したよ。あ、忘れてたって言われたんだよね。ちょっと寂しいよね。うん。うわ、すいません。あ、どうナイスなことだ。鍵閉まってて開かないじゃないですか。どうしたんですか。もう13分ぐらい待ってますよ。マジっすか。マジっす。どうしたんですか。ちょっと今日はじゃあ、あの、ようこそ、あの、本買いましたよ。本当ですか。うん、なんか、あの、ちょっと作ってもらおうかと思って。何をですか。料理をですか。料理っすよ。マジっすか。ちょっとお腹空かせてきたんで。はい、はい、じゃあちょっとよろしくお願いします。行きましょうか。じゃあ早速ね、これだよこれ。わ、なんすかこれ。これ本だよ。本ですね。何の本ですかこれ。お父さんの。僕のじゃないですか。本さ、できて、はい、ちょっと気になったんだよ。はいはいはい。このさ、何ページ目。これね、18ページ開いてるっていう。このガレット、お父さんといえばガレットなんだ。クラシルで唯一ガレットを成功させる男、後藤祐介。はい。てかどうせ多分編集で4回ぐらい失敗して、編集であのね、うまいことつなげて、してないから1回なんだよ。1回で知ってるんで、今日ガチでちょっとその技術見てるわと思って、ね、なるほど。どうせ編集だろう。編集内容見てたろう。それを見に来た。それを見に来た。じゃあもうしょうがないから教えてあげます。ちょっとね、教えてください。教えてあげます。僕はね、うん、大体成功はするんですけど、はい、いやでもお皿はまってたじゃないですか。恥ずかしかった。早速作られるよ。はい、では、ま、なんとタケノコあります。タケノコ、うん、タケノコ、なんすかこれ。タケノコがありました。今季節じゃないですよ。季節じゃないんで、もうパックでいいです。パックで。これだって僕の料理、あの本、普段着フレンチなんで。ああ、なるほど。この今回のコンセプトはそのフレンチってやっぱなんか気難しかったり堅苦しいじゃないですか。それをやめて、もう家で気軽にスーパーで使える材料で作りましょう。え、僕が作りますよ。中村さん作ります。いや、僕作りますよ。タケノコはもう水煮のあれでいいです。こういうパックで、まあ、ガレットってね、あのフランス料理だとね、じゃがいもじゃないですか。やっぱりじゃがいものガレット。じゃがいも使わないの。これじゃがいも使わないです。マジで。うん、コースターチ使うけど。あ、なるほどね。ちょっと水がめっちゃ出てきた。まずもう大体でいいんですけど、千切りみたいな感じに切っていきます。ざっくり。早速切り分けとか。うん、もうね、なんかざっくりでいいんですよ。ざっくり。コツは。コツないですね。ざっくり。ざっくり、あんまり飾るのやめようと思って。ざっくりって、ざっくりを言語化してください。このざくっと切る感じ。本当にざっきりじゃないですか。ざっきりで、ざっきりでいいですよ。ざっくり、まあ、大体でいいよって感じですよ。大体でいいよ。 そんなもう何センチとか気にしなくて、はい、大体でいいよでいいよみたいな。じゃあちょっと後で編集するときにテロップであのちゃんとした辞書のやつを切ったいかに後藤さんの説明がざっくりだったかっていう。はい、でざっくり切りました。はい、こんな感じです。ざっくりって、こんなざっくり。はい、でこれボウルに入れます。なんかじゃがいものガレットよりね、なんかちょっとでっかいっすね。うん、そう、あのあえてちょっと大きい方がやっぱりタケノコすごい食感がいいんで。なるほど。そうそう、あえてねこんな感じにします。で、あとはお塩を入れます。ここに塩。はい、塩と、片栗粉ね。はい、分量はあの本買ってもらえば出てるんで。なるほど。はい、いや、まさかのマイクがついてなかったんですよ、私。マイクついてなかった。ただ声大きいから。声大きいから多分ここ拾ってると思う。うん、でこれ混ぜます。はい、ざっくり。これもざっくりこんな感じで、はい、混ぜます。そんな感じで塩と片栗粉、うん、塩と片栗粉、ざっくり、ざっくり、はい、あえて教えないよっていう、はい、まあそうっすよね。本音を言ってしまえば、私たちなんかレシピとかって測ったこと今までなかった。ないんですよ。でもこの本めっちゃ大変でしたよ。ああ、なるほど。あのもう全部計量して、あ、全部出してたんで。じゃあ今のざっくりっていうのは、うん、本買ってみてくださいっていうフリですか。もちろんですよ。まず本買わないと
だってお話になんないじゃん。お父さん、あの僕のコメントであのレシピ概要を教えてくださいってコメントがあったんですけど、はい、それ言っちゃうとこの本の売れなくなっちゃうんで、そうそう、ダメですよ。ダメですよね。分量は言っちゃう。だからざっくり説明します。ざっくり説明してください。あくまでもね、はい、あの僕はちょっとこれを売れてもらわないと、そうです、ね、困るちゃう。でももしかしたら、うん、そんな教えてくれないのかよ、じゃあチャンネル登録解除すればマジさようならって人もいるかもしれないです、じゃあその人はちょっとコメント欄に書いてもらえば。なるほど、はい、ざっくり教える感じ。ちょっと個人的に教えるかもしれない。わかりました、はいはい、でいいですか。で、はい、なんだっけな、チーズ入れます。ピザ用の、はい、もう普通に売ってるシュレッドチーズ。なるほど。違ったかな。違うの。いや、いいんだ。自分でも分かんなくなる、ね、どんな筆者。大丈夫、うん、合ってました。合ってた。ここまで入れて、で焼いていきます。あ、結構チーズ半端ない量入ります、ね、チーズね。結局ツナ、じゃがいもはでんぷんで固まるじゃないですか、うん、確かに。たけのこだからやっぱ固まらないですよ、うん、確かに。でコーンスターチもちょっと入れてるんだけど、うん、それプラスチーズで固める。なるほど。イメージ的にちょっとプロっぽい話してる今ね。さすがプロ。じゃあもう焼いていきますよ。あれ結構あれですね、シャメのフライパンでやるんですか。全然この分量はね、はい、これ2枚分、2名分でやってる。なるほど。あおりですか。でかい方がいい的な。オリーブオイル、オリーブオイル大さじ、本見すぎっすね。2って書いてある、うん、一応その通りやんないと。どんだけ本に頼ってるんですか。その通りやんないと。これ誰が書いてるんだっけ。自分で書いてる。俺だっけ。怒られちゃうじゃないですか。なんか本と違うじゃんみたいな言われてもちょっと困るから。確かに書いてる本人が本と違うことやってたら炎上するんですかね。そうそう、多分なんか危険な感じするんで。危険な香りがプンプンする。すごい見ながらやってます。なるほど。こんな感じで、はい、でできるだけ広げて、ちょっとここで押し固める感じがいいかもしれない。あ、こういう感じ。なるべくガレットのイメージして、はい、そうですね、はい、で中火ぐらい、火加減。中火ぐらい。あ、クリームチーズ入れるの忘れてた。大丈夫です、クリームチーズ忘れたけど、そうそう、どうすんのかなと思って、ソースにするなと思って見守ってたんだけど、これ ちぎって本当はボウルで一緒に混ぜる。なるほど。まあでも忘れたら忘れたで、こう忘れすぎっす。上にね。しかもバリバリこれをやろうと思ってこれスタンバイしちゃって準備しちゃってなんで忘れるっていう。ちょっとあ、分かった。わざとだ。わざとです。うん。そうそう。あのちょっと取れたか取るたびにわざと。そう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 。いやー。じゃあ今日、はい、この前にもうね。はい、ちょっと撮ってて。何本目ですか。もう4本目ぐらいだから、ちょっと疲れる。気持ちわかる。私もね、昔ね、あれ4本撮ったけど、もう最後の方は本当にわけわかんない。ちょっとね、はい、そんな時にこのテンションの中村さんが来たから、はい、ちょっとびっくりして。テンション低いっすよ。低いんすか。だって今からね、お店戻ってまた仕事だもん。僕もこの後、料理教室ある。マジっすか。じゃあもう5本目は料理教室ってことですね。5本目は料理教室。でもそこまで来たらね、逆に8切れっていうか。そうですね。うん、銀座のマダムたちと今日は戯れる。戯れる日なんですね。料理教室なんで。これいい香りしてきたでしょ。もうこっちまで匂わないですね。ほら。ほら。来た。換気扇の、ね、影響でね。確かに、ね、僕嘘をつけないんで、うん、換気扇ついてないですけどね。あ、ついてない。今日ね。はい、すごいよね、はい、これでもうすぐクライマックスですよ。あの、クライマックス。得意の僕の18番。もうちょっとかな、まだ。あのちょっとクリームチーズ言い忘れたから、ちょっと、うん、ひっくり返すときにクリームチーズが飛び散るっていう。おお、確かに、うん、そういうのをあえて狙って狙いです。そこも上にやったっ。ちょっとこうーハードル上げて、難しくしといて、はい、それでも僕は潰してんじゃないですか。失敗しないよみたいな。失敗してこれはね、あと思ってるでしょ。大丈夫。そうだ、クリームチーズ飛んじゃうから。中村さん、ひっくり返します。
俺はねっす。やんないですか。なんで。だっていつも編集でごまかしてるから。いや、それを見に来たら今日ごまかしてないから。YouTube は得意の編集でね。本当にそういうこと言うと、うん、言われちゃうから、うん、あ、大丈夫大丈夫、ここで自信見てる。ごまかしてないですよ、本当にね。確かにね、それを見に来たの。そう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 、確かに、うん、じゃあやります。こういう簡単じゃないですか、じゃがいものガレットより。じゃがいものガレットって意外に生からやると火入んなかったりするじゃないですか、うん、確かに難しい。熱すぎたりすると、うん、結構火加減が重要だけど、もう火入ってるもんね。そう、これタケノコ水煮で火入ってるから焼ければいいんですよ。焼ければいい、そう、確かに。そんな本なんです。しかもざっくりだしね。ざっくりで、じゃがいものガレットってだからジョージさんみたいにね、もう人間国宝みたいな宣言しないといけないんだよ。みたいな、うん、そんなね、やりたくないじゃないですか、家で。確かにこれ20倍ぐらいありますよね。はい。じゃがいものガレットの大きさ。なんでタケノコでやろうと思ったんですか。なんかね、まあ、スーパー歩いて見てて、一年中やっぱ作りたい時に作れるものがいいなと思って、うん、あるある、うん、したらこれってね、一年中置いてるじゃないですか。確かにタケノコはちょっとだけど、うん、これは一年中ありますね。そう、だしちょうど1パックで使い切り量。なるほど。おお、確かに。のレシピにして、と、ね、うん、あとはちょっとやっぱ日本っぽくっていうか、あ、日本人っぽく。フランス人は多分やらないだろうな。あ、いい感じになりました。いい感じ。来ますよ、来きますよ。僕がじゃあ編集してないっていうのを、うん、これ編集しないでください。分かった、もちろん。あの、あ、僕の、なんか2回目とか3回目とかやんないでください。テイク5とか。大丈夫大丈夫、いきますよ、はい、この同じ状態だから見ててください、ね、はい、ここもちょっと揺らして全体がね、はい、固まってきて、固まってきて、脇見て、ちょっとこう色づいてる感じが見えますかね、ぐらいになったらいいよって合図なんで、はい、はい、行きますよ。じゃあこれでちょっとゴムベラじゃなくて、あの、なんかフライ返しが、裏技、いやいや裏技じゃなくて、クラシルと同じ僕の愛用してるフライ返し、はい、これがあるから。じゃあ普通のフライ返し行きますよ。一回ですよ、一発撮りですよ。スリーツーワン。よいしょ、ほら見ました。つまらねえ。つまらないじゃない。空気読んねえ。マジかよ。見ました。何、どうやってですか。いや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 、こんなものどうやってどうするんですか。中村さん、中村さん失敗してたから教えてあげてね、今。なるほどね。あ、でもなんかすごい、なんかチーズがね、美味しそうでしょ。思いっきりつながってね。そうなんですよ、うん、チーズで固める感じ。なるほど、これがいい。で、裏面も同じぐらい焼いていきます。なるほど、簡単でしょ。いや、これ簡単だな。じゃがいもだともう少しバラバラになるじゃないですか。そうなんですよ、崩れた、ね、チーズもないから、はい、いっときゃあれですもんね。じゃがいもってじゃがいもだけでやんなきゃいけないっていう。そうなんですよね、うん、だから結構プロでもなんか意外とできない人いっぱいいるというか、います、います。やってみたらあれれれれれみたいな、ね、確かに、うん、そっか、このケーキみたい。そう、ああ、だからこの本は基本的に3工程、うん、3工程か4工程書いてなかったかな、なんかね、書いてない、うん、書いてない。確かに超少ないですよね。確かに 1,2,3 しかない。 1,2,3 基本も 1,2,3 で、うん、こうできるような、なるほど、仕組みにしてる。大丈夫ですか。結構甘い香りがしますね。甘い香り、なんでだろう。タケノコだからじゃないですか。あれかな、ちょっと見た目からくる、うん、なんかあれ、ケーキ感、ケーキ感からちょっとホットケーキを、ケーキっぽいかな。ああ、確かに、クリームチーズがまたいい仕事してるんで。どういう仕事してるんですか、クリームチーズは。クリーミーな仕事。クリーミーな仕事。ざっくりな仕事。ちょっと面白いですね、でも、うん、クリームチーズの仕事はクリーミーな仕事、うん、クリーミーチーズの役割はクリーミーな仕事。クリーミーな仕事ですね。ピザ用チーズの仕事はちょっとこう、うん、ちょっとこうなんかご収録ないっすよ。どんだけ、マジで。あれ、料理教室これがいくんですか。大丈夫ですか。料理教室でなんかクリーミーとか違うです。はい、もう少しマダムは厳しいですからね。マダム厳しい。私は甘いですけど、はいはい、あ、いい感じです。いい感じ、来ました、もうこれで、はい、もう、OK、完成です。完成です、はい、お皿に盛って完成になります、はい、なるほど、はい、違う。
よし食べますか。もちろん。本当ですか。じゃあはい、じゃあもうこのままちょっと これ持って黒胡椒がね、決めてないですよ。黒胡椒は決めて、ちょっとなんで白い人物あのさ、これに黒胡椒って細かいな。だって白胡椒になっちゃう。これと黒があったんだけど、黒が壊れちゃってあんまり白使ってないから今こっちに入れ替えて、うわ、白を使って細かい細かいよ。だって普通入れないよ、あの白いさ。あ、でも結構がっつりこれぐらい、うんうん、なるほど。こんな感じで、はい、完成に、どっちのカメラでいこうかな。こんな感じで完成に、なんかやってください。なります。できました。何ですか名前。この料理の名前はチーズ2種のタケノコガレット。今ちょっと見たよね。覚えろ。チーズ2種のタケノコガレットです。ガレット完成です。見ました。あのちゃんと1回でひっくり返して、あ、すみません寝てました。寝て何しに来たんだ。大丈夫ですか。食べてください。じゃあね、ぜひこれこの本のね、これ、はい、いただきます。どうぞ。いやー、確かにクリソツですね。ね、いやいや、本人だからね、作ってんの。だいぶ本人頼ってましたけど、本人が本人頼ってるっていう。めっちゃ親父ギャグ。いただきます。誰も笑ってない。大丈夫です、あの笑ってるあの編集入れておくんで、はい、あるんですけど。あはは、笑い声っていう。よし、いただきます。チーズ具はいいでしょ。チーズ具はいい。これ本と一緒。本と一緒。確かに本みたいに伸びてますね、うん。本当だとか言った方がいいね。本当だ。誰も笑ってない。今編集でなんか後藤さんが滑った感じの編集してる。落ちてるから。いただきます。熱いですからね。うん。これあれですね。フレンチですね。フレンチですか。お、嬉しい。いやなんかね、急に真面目になった。ベシャメルソースを中に入れて。はいはいはい。上にチーズを乗せて焼けたグラタンみたい、うんうん、なるほど、ドヒノワみたいな味がする。確かにクリームチーズがその役割かもしれない。クリームチーズが、うん、あのベシャメルソースみたいな役割を、はい、クリーミーなんで、そう言ってくれればいいのに、うん、ちょっと編集しようかな。いや、うまいよこれ。でしょ。なんていうか、うん、タケノコのタケノコっぽさを消して、うん、確かに新しいなんかタケノコ出てきちゃった感じ。食感もいいでしょ。食感も良くて、なんかタケノコってどっちかといったらなんか和の感じのイメージ、うん、特にああいった中華とか、そうです、ね、なんか水煮の場合、はいはい、そうか、水煮臭さが全然ない。そう、うん、水煮だからあんまりやっぱり味もないじゃないですか、うん、ちょっと酸があるというか、はいはい、ただこのえげつないチーズの量と、うん、このカリカリのこの感じとこの黒胡椒が、ね、胡椒重要で、胡椒は効くともうなかなか来ちゃってますね、はい、このチーズ2種のタケノコガレット、はい、これ結構秀逸メニューですね。いや、ありがとうございます、嬉しいです。これもしかしたら今から褒められました。あの料理教室でやるんって言ったりとかしてるんですかね。これ、はい、これやんないです。これやんない。これやんない。では今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、いいですか。というわけ で、はい、はい、お父さん最後にこの本の宣伝を、はい、ありがとうございます、はい、これね、普段着フレンチっていうね、もう簡単にご家庭で簡単な材料と、家にある道具でもう作れるフレンチっぽい料理をね、あのたくさん 50品ぐらいね頑張って載せてますんで、9月27日発売したばっかりです。あのぜひ皆さんこれ買ってね、読んでいただいて、しかも僕もゴトチャンネルっていう YouTube やってるんですよ。でそこゴトチャンネルとこの本リンクさせて、今ゴトチャンネルの方でも本で伝えきれない部分ってやっぱあるんで、やってんだ、それを全部一つずつ今やってるんで、うん、ぜひこの本買ってごとチャンネルも見てもらえると嬉しいかなと思います。ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。中村さんもあのもうちょっと読んで勉強してください。まだ僕あんま読んでないんで。ていうのもね、買ってすぐ来たから、買ってすぐね、でもなんかチキン作ってくれてたじゃないですか、うん、美味しくできました。めっちゃ美味しかったです。良かったです。あれ、いや、なかなか、あれ、
あんまないんだけど、うん、自分で作って自分で編集して、うん、自分で作って撮影して一人やってて、うん、チキン食ったらうまっ。あ、白ワインこんな雑に煮詰めてるだけで美味しいんだって。よかった。ちょっと半信半疑作ってみたんですけど、はい、すげえ美味しかったです。あ、よかった、ね、プロも認める料理本です。そう、僕の1個前の動画でチキンステーキってあるんで、はい、あれもめっちゃ美味しいんで、うん、ぜひ見てください。ぜひ、はい、では今日はありがとうございました。ありがとうございました。もうはるばる、はい、またなんか気になることがあれば質問します。はい。ありがとうございます。はい。では後藤さんでした。はい。ありがとうございます。ぜひ、フランギフレンチです。